皆さんこんにちは、チション参加のリーダーテルシャンです。昨日2017年3月21日付でチション参加とチームグラフトがねサポート契約の締結を発表しました。わーい。どういうことかというと、要はチション参加は今後プロチームとして活動していきます。で、何が変わるかっていう質問が結構来てるんですけど、それについては動画の最後でちょっとお話しします。ほんで、チチョン戦赤とチームグラフトのサポート契約締結記念キャンペーンとして、ツイッターでね、チチョン戦赤のアカウントとチームグラフトのアカウントを両方フォローして、ツイート、ちょっと待ってね。このツイートをリツイートしてくれた方に、キャンペーンで、1名様の方に、レーザーのクラーケンプロ V2 のホワイト、僕らがこの写真でつけてるやつだね。を、プレゼントします。なんでね、みんな、よかったら、リツイートしてください。アカウントはこれね。父の背中と、チームグラフトのやつ。よし。ほんで、そうだな。まあ、このクラケンプロ V2 の話しよっか。で、これはね、さっき動画撮ったんだよね。俺今手元にあるからパーって動画撮ったんだけど、まあまあ軽いです、とにかく。一番やっぱ特筆すべきは軽さだと思うね。軽さと今こうやって触ってるけど、このスポンジの部分が柔らかくて、アルミ合金を使ってるのかな？今までの製品とは違ってアルミ合金を使うことによって軽いけど、丈夫、壊れにくいっていうのが生まれたのかな。で、あと耳のこのスポンジの部分もすごい柔らかくてね、耳とかに負担がかからないようになっています。ほんで、線がね、結構長いんだよね。途中でこれ取り外しできるんだけど、1.5 メートルと、ごめん、1.3 メートルとプラス2メートルだ。ほんで、ここアナログピンね、マイクとヘッドセットの。で、ここミュートと、音量か。ボリュームを設定できるっていう。で、今回このホワイトなんだけど、実際は黒とかも売られてるのかな。今回プレゼントするのはこのホワイトです。マイクのところもね、ほら、結構長く伸びて、こう折り曲げても大丈夫。すごい自由に使えます。はい、そんなわけで、チームグラフトとのサポート契約を締結しましたので、キャンペーンをしています。みんなリツイートしてね、父温泉赤とチームグラフトのアカウントね。で、最後に質問で結構来てた、プロになったらどうなるんですかみたいなのが結構来てるんですけど、ぶっちゃけ男子別に何も変わりません。僕らのその今までの活動内容だったりとか実績、インフルエンサーとしての力が認められてプロになったわけでして、だからまあ今後、他別のことをやっていくとかはなくてですね、今まで通りに僕らができる限りのことを活動していくって形ですね。はい。まあ、今回動画短いけど、みんな、クラーケンプロ V2、クラーケンプロ、ちょっと噛んじゃった。クラーケンプロ、レーザーのクラーケンプロ V2、よかったらね、これフォローしてゲットしてください。それじゃあみんな、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。噛み噛み。バイバーイ。